ハレモユシンです。今回は読書で国語力が上がらない理由をお話しします。皆さん、読書は大事だと巷の教育校で一度は耳にしたことありますよね。でもうちの子は本はたくさん読むのに、なぜか国語の成績が上がらないとお悩みの方は多いはずです。あるいはうちの子はそもそも本を読まないのよねとお悩みの方も多いです。今回の動画では、なぜ読書をしていても国語の成績が伸びないのか、そして入試につながる読書の仕方は何なのかという具体的なアクションプランもお伝えしていきます。ぜひこの動画を見て読書を国語力に直結させてください。このチャンネルでは中学受験に奮闘中の親御様に向けて有益な情報を発信していきますので、ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。まずは読書することのメリットから考えましょう。僕が思うに4つあります。1つ目は活字に対するハードルが下がることです。よく算数の長い文章題が出てきた瞬間に思考停止して投げ出すお子さんがいますが、それは活字嫌いが原因です。そして小学生の時に活字嫌いが直せないと中高生になっても引きずってしまい、そもそも勉強へのハードルが上がってしまうということもよくあります。まあもちろん今の時代は動画や音声だけで学ぶこともできます。しかし現状全ての知識を動画や音声で得ることは難しいです。また活字嫌いのままでは試験で点数を取ることはできません。したがって活字に対する免疫がつくということは読書の大きなメリットです。2つ目は読むスピードです。入試問題の読解の平均文字数は7300文字と言われています。さらに問題の選択肢自体も文字数が多い学校だと1万字を超えてきます。小学生の読む時間の平均は1分間に500文字と言われていますので、単純に20分はかかってしまいます。そうなると読むスピードが速い人と遅い人とで差が生まれるのは当然ですよね。正確に読めることも必要ですが、入試においては読む速さも大きな武器になります。3つ目は語彙力です。これは中学受験に対してという意味では最も大きなメリットだと思います。語彙力は国語力の土台になります。本は文才に富んだ大人が推敲して書いた文章なので、普段の会話などで触れ合うことのできない言葉や表現と出会えます。そのためたまに本好きが高じて小学生とは思えない語彙力を持っている子を見かけます。受験においては文章を理解するのにも必要ですし、記述で表現するときにも語彙力はかなりのアドバンテージになるはずです。4つ目は想像力です。これは特に物語文を読むときに効果が出ます。本は独自の世界に没頭することができます。そのため活字から情景や人物の感情を読み取りながらその世界に入り込むことができます。しかも自分の知らない世界に行くこともできますよね。そうすると一種の人生経験をすることができます。それが入試の物語文を読むときに生きるんです。例えば入試問題で妻を亡くした夫の感情を読み取る問題が出たときに対応することができますでしょうか。10歳そこそこの小学生が一から理解するのはほとんど不可能ですよね。でもそれを本などで似たような話を読んだことがあって、その感情の移ろいに思いを馳せた経験があればどうでしょうか。国語はある種人間力も試されます。なので想像力というのも国語力においては重要な要素なんです。続いて読書で読解力が身につかない理由を説明します。実は普通に読書をしているだけでは国語力にはほとんど効果がないんです。その理由は大きく分けて2つあります。1つ目は表面的な部分しか読まないということです。子供は読書をするときにその作品は筆者が何を伝えたいのかを読むことはせず、表面的な事柄だけを追ってしまいます。これは映画やアニメでも同じことです。例えば隣のトトロを見せたとしましょう。その時に小学生はトトロかわいいとかおばあちゃん家行きたいっていう感想を持つと思います。でも宮崎駿さんがトトロで伝えたかったことは、僕の意見ですが、純真な子供心を大人になっても忘れてはいけないということですよね。映画や本をただ楽しむという意味では表面的な感想でいいんです。しかしそのことを通して国語力につなげるためには作品の真意を探ることがとても重要です。なぜなら実際に国語の問題を解くときには問いがあるわけですから。でもこれを小学生で自力で行っている子がいるとしたら、おそらくその子は人生2周目に突入した超人です。普通の子は物語の表面的な面白さに注目してしまいます。だから後でも話しますが、ぜひお子さんの考える機会を親御さんが与えてあげてほしいんです。2つ目は飛ばし読みしてしまうということです。先ほどメリットの中で読むスピードが上がるという話をしましたが、確かに読むスピードは速い方がいいです。しかしそこに正確さが伴わなくては意味がありません。
読解量が増えるとどうしても物語の細かい情景描写だったり人物の心情の移ろいなどを深く読もうとはしません。でも入試で試される国語力はむしろそこなんです。つまりただ速いだけでは意味がありません。スピードと正確性の両方が求められるんです。まとめると、子供に読書をさせると表面的な部分を追ってしまいやすく飛ばし読みをしてしまう、この2つの理由からただ読ませているだけでは国語力に結びつかないんです。それでは読書を国語力に結びつかせるために具体的にどのように取り組めばよいのか、4つのポイントをお伝えしていきます。まずは、わからない言葉があったら調べるです。これは絶対にやってほしいことです。別の動画でも言いましたが、とにかく自分で調べて学ぶ姿勢というのが全教科で大切なことです。例えば本を読んでいてオブラートに包むという表現が出てきたとしますよね。そこでほとんどのお子さんはなんとなく適当に解釈しようとします。じゃないと先を読めませんから。その時にオブラートってなんだ、調べてみようとなるかどうかが読書から語彙力を鍛えることができるようになるかの分かれ道になります。読書のメリットは語彙力がつくことだと言いましたが、この調べるという行動をしない限り語彙力はほとんどつきません。なので、わからない言葉があったら辞書や Google の画像検索などで調べるという癖づけをしましょう。ただこれも子供一人では身につきませんよ。仮に辞書を引くというところまでできるようになっても、おそらくふーんで終わってしまうでしょう。なので、初めはわからない言葉があったら一緒に調べようということで、ぜひ一緒に調べてあげるようにしてください。そしてお子さんがこれってどういう意味って聞いてきたら、適当に答えるのはやめてください。親御さんが知っている言葉でも辞書やネットで一緒に調べて教えてあげてください。そうすることで自主的にわからない知識を調べるという姿勢が身につきます。次に、感想やまとめを共有するということです。これもかなり大切です。先ほど子供は物語の表面的な部分しか読み取らないと言いましたが、それを放置していてはやはり読書から国語力は身につきません。国語で点数を取るためには、読む、理解する、表現するの3つのステップが必要です。ただ読書をしているだけだと読むという部分しか伸ばせません。しかもこれでは飛ばし読みする癖がついてしまい、むしろマイナスになってしまいます。理解する、表現するという能力まで育むためには、親御さんと意見を交換するのがいいんです。なので、できればお子さんが読書する本は親御さんも読んでください。そして読み終わった後にお子さんと意見交換をしてください。おそらくお子さんはこの主人公バカだねとか、この人はかわいそうだねという感想だと思います。そこでこの人が死んじゃったのは何を意味しているんだろうねなど、作品の本質に触れる質問を投げかけ、一緒に考えてあげるんです。そうすることで本を楽しもう、深く読み込もうとする姿勢が育まれていきます。これは読書に限らずやってほしいことです。映画やドラマ、アニメなど物語の真意を読み取ろうとする機会は読書以外にも溢れています。その機会を一つ一つ拾っていくことが着実にお子さんの能力を伸ばします。またそこで今までの経験から自分なりの価値観や意見を表現する力が育まれます。これはその子のアイデンティティにもつながる重要なポイントです。なのでお忙しいとは思いますが、ぜひそこは意識していただけたらと思います。次に、読書の習慣は低学年のうちにつけた方がいいということです。これは単純な話です。受験期になって国語力を伸ばすために読書をしようなんて悠長なことは言ってられないですよね。つまり国語力を伸ばす方法としては読書は効率的とは言えません。まあそのために塾があるわけですよね。しかし低学年のうちは読書をして想像力や語彙力を養うことによって将来的な国語力にいい影響を与えることができます。逆に言うと、読書の習慣が低学年までにつかなければ無理して高学年でつけようと頑張る必要はないと思います。一旦諦めて受験用の対策をすることで国語力をつけるようにしてください。そこは戦略的撤退と捉えてください。最後は、読む方は偏ってもいいということです。読書はするけど、うちの子が読むのは推理系だったり電気だったり、本当に読解に効果があるのかという疑問をお持ちの方も多いですよ。でも何を読むかは気にしないでください。とはいえ、もちろん何を読んでも変わらず国語力を伸ばしてくれるというわけではありません。当然受験に出てくる自然論や文化論、言語論などに関する本を読んだ方が受験には役立ちます。しかしそのような本を強制したところでお子さんは読みますでしょうか。皆さん首が回るほど否定しますよね。そういった本を無理やり読ませるのは読書嫌いを生み出してしまう、最もやってはいけない行為です。なのでまずは好きな本から読んでください。そしてそれを親御さんとの会話のネタにし、読書を楽しむことが重要です。
子供を本好きにするための答えはそこにあります。子供が選んだ本を親御さんも一緒に楽しんで感想を言い合ってください。そうすることで生活の一部になり、ゲームよりも読書が好きなお子さんになるんです。それでは最後にまとめを話してこの動画を終わろうと思います。まずはじめに読書のメリットを4つ紹介しました。活字に対するハードルが下がる、読むスピードが上がる、語彙力が上がる、想像力がつくです。しかしこれは正しい読書の取り組み方をしなければ身につかないんです。ではなぜただ読むだけでは読解力が身につかないのかということです。2つ理由がありましたよね。1つ目は子供はただ読書をしていても表面的な部分しか読まないからでした。2つ目は飛ばし読みしてしまうからでした。では国語力がつく読書とは何でしょうかということです。4つ紹介しました。わからない言葉はすぐに調べる、感想やまとめを共有する、そして読書の習慣は低学年のうちにつけましょうということです。最後は読む本は偏っても良いということです。まずは興味を引き出すことから始めてください。皆さんの良い読書習慣の参考になれば幸いです。それでは今回はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録まだの方は絶対に損させませんので、ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。明日またお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。